ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。今回もスクールボーイズの続きをやってまいりましょう。さあ今回はさくやくんと一緒に、翼くんの散歩をしているところからスタートでございます。さあ広めの公園を探しているわけですが、あるんでしょうか。それだったら最適な場所があると。どうやら近くに広い公園があるようですね。ついておいで。なんだ、 BGM が壊れたけど大丈夫か。BGM が壊れたっていうか私の PC が壊れたのか。大丈夫、音鳴んなくなったけど。おいどうしたんだ翔平くん、なぜ急にこんな山奥まで咲也くんを連れてきてしまったんだ。公園って言ったらね、普通なんか住宅街にあるもんですが、おい翔平くん血迷ったか。咲也くんをこの山奥に連れてきて一体何をするつもりだい、襲ってしまうのかついに。そんなことないか。え、なんでこんなとこ来たんだ。こんなところに開けた道があったんだ。開けてっかこれ、完全に。何これ、人を連れ去る場所だけど。ね、この細道は全然開けてない、誘拐されそうな場所なんだけど。知らなかった、ああ、俺が中学生の頃よくここで秘密基地しに来たんだ。怪しい、大丈夫翔平くん。いや懐かしいな、中学生って割と最近じゃん。そうだね。翼どうだ、こんな自然の中初めてだろ。まあまあ、大丈夫なようですね。どうやら翔平くんは血迷っちゃいないようです。本当に遊ぶね、翼くんと遊べるスペースを探しに来たようですね、純粋に。ね、こんな小高い人のいない場所に来たらね、ちょっと怪しいけどね、襲われそうね、ショタコンだし。翔平くんショタコンだし、もう少し上まで登ったらもっといい場所に着けるよ。なるほど、山の上に公園があるのかな、もうちょっと頑張ってね。これくらいの山道どうってことないってな、な翼。まあ、あ、本当だ、開けてるね、これは確かに公園ですね。ああよかった。何の心配をしているんだね、ついに翔平くんが暴走するかと思ったから。ね、こんな誰もいない山道に連れてきてさ、襲ってしまうかと思った、ついついね。咲也くんを山を登りきるとそこには辺り一面に広がる大きな湖があった。もし襲ってしまったらバッドエンドだからね。うわすっげえ、こんなところがあったなんて知らなかっただろ、俺の秘密のスポットだったからな。おっと、見とれてる場合じゃない、今リードを外してやるからな翼。そう言ってリードを外してあげると翼を元気よく駆け出した。まあまあまあ嬉しそうですね、逃げていかないんだね、賢いですね。嬉しそうにはしゃいでらだな、やっぱり日頃からこうしたかったんだろうな。それにしてもやるじゃん、こんないいところを知ってるなんて。俺たちはこういう場所の探索ばっかりしてたからな。マジかよ、インドア派に見えて意外と外出るんだな。むしろ俺たちが遊ぶと言ったらゲーセンやカラオケ行ったり、そう言ってたね、ボーリングしたり家でゲームしたりそんなもんだ。私もそうでしたね、どっちかっていうと。ダメだな今の子は、若いうちはもっと外で遊ばなくっちゃな、非弱になるぞ。なんだよ、俺らには俺らなりの楽しみ方があるんだよ。そうだね、運動は部活で十分してるしな。何部なんだろう、同い年のくせに上から物言いやがって。あ、そうだったね、ごめんごめん。俺たちはしばし会話を止め、美しい景色を眺めた。翼は相変わらず湖畔を駆け巡っている。だいぶ日が沈んできたね。なんだか元気ないね。ちょっとノスタルジックに浸ってるのかな。夕日を見るとね、おのずとテンションも下がりますからね。私だけか。
やっぱり疲れちゃった？いや、あいつにもこういうところを走らせてやりたかったと思ってさ。ん？な、誰だ？誰のこと言ってるんだ？新キャラか？ね、翼くんとは一緒に来てるんで、翼くんのことを言っているわけではなさそうですね。あいつ、以前飼っていたワンちゃんか。あ、そうだね。うん、いたね。もっと自由に遊ばせてあげればよかったな。いつも家の中か外に出てもリードにつながれっぱなしで、今思い出すとかわいそうなことしちゃったかもしれない。動物なんだから今の翼みたいに思いっきり動きたいよな。とはいえ、今時のこのいない広場、今時の子が見つけるのは至難だよな。俺は家で守ってることがあいつにとって幸せだと思ってた。でもお前の言う通り、ちょっとこんないい場面で読めないなんて。何これ。むしろ微弱にさせちまったかもしれないな。その上あいつの体に悪い餌なんてやっちまって。ドッグフードでもやっぱり体に悪いってあんのかな。人の食べ物を与えてしまったのか。病気にさせて自己満足であいつを殺しちまったようなもんだ。サクヤくん、あいつずっと辛かったんだろうな。きっと俺のことなんか本当は嫌いで、それで早く離れたくて行っちゃったんだ。サクヤくん、それは違う。絶対に違うよ。昔獣医を目指してるやつに聞いたことがあるんだ。ペットは飼い主の愛情を敏感に感じることができるって。人だって相手の好感を感じることができるんだもん。飼っていたワンちゃんはサクヤくんの愛情に気づいていたよ。思い出の中、ワンちゃんは顔は幸せそうなものでいっぱいでしょ。その子をそんな見せたのは世界でサクヤくんだけだよ。愛せたでいいのか。サクヤくんに変われることがその子にとって一番幸せな人生じゃなくて、現世だったんじゃないかな。うん、そうだよな。ありがとう。あれ、ごめん、ちょっとなんでだ。サクヤの目からポロポロと涙がこぼれた。うん、やっぱりそうだね。ワンちゃんのことね、思い出すといくら年月が経とうがやっぱりそういう気持ちになっちゃうよね。うん、慣れないもんですね、やっぱり。うん、私もね、飼っていた犬が亡くなって1年半ぐらい経つんですけど、やっぱり未だに思い出す時がありますもんね。するとそれに気づいた翼が駆け寄ってきて頬をペロッと舐めた。うん、まるで元気出してよと言ってるかのように。ほら、翼ちゃんも元気出してよって言ってるよ。ありがとう、翼。お前も心配してくれてありがとな。今日もこんな話してごめん。どういたしまして。サクヤくんの力になれるのが楽しいよ。お前、本当にいいやつだな。そうかな、照れるな。うん、本気ですっげえいいやつ。さあ、だいぶ、ね、こんなところでこんなことを言うのもあれだけど、だいぶ好感度が上がってまいりました。うん、これはいい流れね。どっちだろう、サクヤくんはね、翼くんに告白するのか、それともまた翔平くんとキスしてくれるのか、どっちだろう。でも剣聖はないだろ。剣聖はセンスが感じられねえよ。もっと別の言い回しはなかったのか。いや、だって犬の人生っていうのはおかしいから。たくアホだな、お前は。夕暮れに染まる湖を眺めながらゆっくり談笑した俺たちは、あ、そうだね、学校に帰さなきゃ。しばらくの、自由時間を満喫した翼を学校に戻し解散した。こうしてさあ、いよいよですね、3日間を通して実行委員でできる範囲の仕事を終えた俺たちは、残された時間いっぱいクラス全体で作業し準備を進めたと。さあ、当日でございます、ようやく。そして岬祭当日。よし、みんな今日はいっぱい楽しもうね。ここは一つ気合い入れてエンジンでも組んでみる。いやだよ、恥ずかしい。何のしなくたって別にいいだろ。何今さら恥ずかしがっとんねん。
エンジンだけにエンジンかけるで。そうだぞ、ここまで一緒に頑張ってきた同志じゃないか。むしろ誇りに思っていい。なんだか青春真っ最中って感じだね。こんなこと初めてです。少しかがんでくれると助かる。さあ行きましょう。翔平も頑張れよ。おう、行くよ、せーの、えいえい。おう、ということでいよいよ岬祭が始まりました。うん、どうだろう、流れ変わるかな、いつも通りかな。はい、いつも通りの流れでしたね。ですがご覧ください、変態紳士がやってまいりました。なんで、いつも通りね、うん、翔平くんをこのお客さんは捉えることでしょう。つまり、さくやくんが助けに来てくれる流れになってくれると思いますので、ここら辺から流れ変わると思います。ショートがいっぱいな喫茶店、たまらんでござる。ほら見て、あの子とか超可愛いわよ。小ぶりなお尻が素敵。このウロン茶、誤って少年の唾液が入ってないっすかね。それだったら最高なのに。うん、やっぱりただのショタコンじゃないね。うん、かなりディープなところまでセンスが行き届いております。素晴らしい。素晴らしいのか、これは言うまでもなく、すでにいらっしゃった。しんちゃん、あそこに集まってるお客さん、なんかオーラが違わない？ああ、あれね、オイルの戦闘のお客さんなんだけど、ちょっとあれな感じだからあんまり近づかない方がいいよ。げ、あいつら来とんのか。俺厨房行くわ。奥村の戦闘屋は居心地もよく穏やかな場所だから、そんな客が来るとは思えないんだが、いろいろ事情があってある日は穏やかじゃなくなるんだよ。まあ、お二人さんには関係ない話だから気にしないといて。翔平くん、手が空いたら、空いてたら猫山の代わりに2番テーブルのお客さんの注文を取りに行ってくれる？了解。いや、こうやって彼らと共に働けるこの環境こそレアなんじゃないか。あははは、羨ましいだろ、ショートコンドも。くそ、今の俺は三崎学園生、喫茶店を運営する一人として頑張っているぞ。さあどうでしょうか、絡まれましたね。お、これまた素朴な少年でござるな。うん、いまいちパッとしないけど、これはこれでありね。逆に自分はこういうタイプの方が燃えるっす。おい、勘弁してくれ、こいつらオーダーを聞かなきゃいけねえのかよ。どうせ料理っていうか、ショタはご処方なんだろ。ショタコンの俺がショタコンに目つけられるなんてゾッとするぜ。いらっしゃいませ、ご注文はいかがなさいます？ほう、翔平って名前なのか、いい名前でござるな。俺のネームプレートを見て男が言った。あら、なかなか初々しい感じじゃない、素朴そうな顔しちゃって。少年の匂いがするっす。たまらんっす。やめろ、そんな目で俺を見るな。あのご注文をもうちょっとぐらいいいじゃない。ほらほら、お客様にもっとサービスするでござる。さあ、さくやくんが来てくれたでしょうか。男に腕をつかまれる。おい、お前ら、そのキモいってとっとと話しな。さくやくん、なんでござるか。あ、なんだじゃねえよ、さっきから気持ち悪い空気発散させやがって。それ以上ふざけたことしてみろ、てめえのその醜い面をさらに歪ませてるやることになるぜ。ちょっと言いすぎ。言いすぎ、お客さんだぞ。悪かったでござる、このお客さん優しすぎないか。毎回ちょっと興奮して羽目を外してしまったでござる。ごめんなさいっす、ここは紳士的に、目に焼き付けるだけで我慢するっす。あら、ワイルドな男って素敵。かなりね、やっぱりなんでしょうか、ショタコンに悪いやつはいないということですね。かなりあのお客さんも紳士です。サッカーにアシストをもらった俺はその場を切り抜けることができた。まさかこういう場を中学生に助けてもらうとは、うん、なんだか情けないぜ。おい、なんともなかったか。ああ、助かったよ、ありがとな。別にお前を助けたかったわけじゃねえからな。あら、これは典型的。典型的ですね。うん、ツンデレです。あのキモい連中に、一声罵声浴びさせてやっただけだ。
ああ、すっとしたぜ。めんどい仕事中のいい息抜きになった。そっか。それよりお前、今日の高野祭、あ、予定ないよな。これは二人っきりになれますね。え、まあ特には。やっぱりな、お前友達少なそうだもん。だったら俺に付き合えよ。え、さくやくんと俺の二人で高野祭を。アホ、ちげえよ。翼がどうしてもお前と一緒にいたいって言うから。ていうかお前に拒否権なんてないからな。絶対に来いよ。あ、かわいいね。そうか、翼くんを餌に。餌にって言い方あれだけどね。自分から誘うのは何でしょうか。恥ずかしいから翼くんを使って、翔平くんを捕まえましたね。うん、じゃあ今回は2人と1匹ってことになるね。うん、絶対行くよ。俺も翼ちゃんに会いたいし。それじゃあ下駄箱のところで待ち合わせしよう。じゃあ俺持ち場に戻るから、またな。いいですね、いい流れ。さくやくん、翼ちゃんのためとはいえ俺を誘ってくれるなんて。俺は学祭を楽しみたいと願ってこの夢の世界へ来たんだ。うん、高野祭まで一緒に過ごせるだなんて嬉しいな。できるだけさくやくんのそばにいたい。彼の力になってあげたい。この夢がいつまで続くかわかんないんだし。残念ながらね、いつもの流れだと本日で終わりとなってしまいます。キスをされたら大体終わりなんだよね。まるでカエルの王様のような、喫茶店の営業時間もそろそろ終わりだ。残るイベントはさくやとの高野祭。約束に遅れちゃまずいんで俺はさっさと片付け昇降口へ向かった。どうなる？いるかな？下駄箱に着くとそこではすでにさくやが待っていた。さくやくん、お待たせ。遅えぞ。じゃ、行くか。今回やっぱり、ね、猫山くんはいないんだね。うん。じゃ、逆に猫山くんルートの時は、さくやくんが、と、縁が乏しくなるのか。外へ出ると、もうすでに日は落ちていたが、照明や屋台の光とともに、賑わいはまだ残っていた。屋台も出るのか、すごい豪華だね。なんか私の、背伸びしちゃった。私の、ね、中学の文化祭は歌ってなんか発表会して終わりだったんですよ。そんな文化祭ありですかって思いましたね、本当に。そんな中、校庭の真ん中では三崎ファイヤーの準備として薪を組む作業が着々と進められている。そんな中、俺たちは校舎裏の翼へ、翼を呼びに行った。なんか浮いてない？浮いてるんだね。なるほど、ちょっと違和感あると思ったら。ワンワン。翼、今日は学園祭だからな。特別に校庭の方へ連れて行ってやる。暴れないで静かにしておくんだぞ。これ学校的には OK なのかね。ワン。校庭裏へ、戻ると俺たちはあえて人の少ない。また？またですか？これは翼くんと同じ流れ。グランドの奥の草原へ腰を下ろした。ここなら炎も見えるし、ゆっくりできそうだね。だな。よかったな、翼。これから大きな炎が見れるんだぞ。ん？ああ、そっか、犬は炎が苦手かな。塔の翼は意味がよく分かっていないらしく、首をかしげる。あるよね。犬って本当に首をかしげますよね。うん。遠目から、まだまだ盛り上がって、あ、また言い間違えたぞ。大丈夫か？盛り上がるって。ちょっと、言い回しがちょっと、よろしくないね。盛り上がっている学園祭の様子を眺める。すると、始まった？始まったね。ついに組まれた薪へ火がついた。延々と、延々でいいのかな？燃え上がる真っ赤な炎。本当に綺麗だ。ほら、見ろ翼。すっごい炎だろ？ワンワン。綺麗だって言ってるみたい。あ、きっとそうだ。あのさ、札幌、どうした？いつでもいいぜ。いつでもよろしいよっす。俺、お前に全部話すよ。ん？何の話だ？え、何のこと？その、以前は、以前はぐらかした一ノ瀬のこと。あ、やっぱりそうだね。好きなんだよね。ああ、それね。うん、聞かせてほしいな。さくやくんのこといっぱい知って力になりたい。アホ、そういう恥ずかしいこと言うなよ。
逆に話し、そうだよね、話しづらくなるだろうか。うん、でも残念ながら今夜限りしか翔平くん入れないしね。ごめんごめん。俺の昔飼ってた犬な、犬のくせして弱虫のやつでさ、外へ行くのも怖がっていつもおどおどしてた。うん、だから前も言ったけど家の中に、いさせた方がいいなと思って。そうだね、散歩以外はほとんど屋内に入れといたんだけど、まあその方がいいんじゃないかな。なんかそういうことが一の瀬と重なるんだよな。そういうことか、なるほどね。自分のワンちゃんを経由して翼くんに行ったわけだ。そういうことか、なるほど。思い出すんだ、一ノ瀬を見るたびにあいつとその死が思い出されて、それが辛くて嫌で、あ、だから突き放したんだ。なるべく冷たくして遠ざけてるんだ。こっちの勝手で火のない、火のない一ノ瀬に、悪いと思ってる。確かにそうなるな。そうだね。それまでは普通に接せてた、むしろあいつ見たくて、気に入ってたぐらいかもしれない。だから一ノ瀬からしたら俺が豹変したように見えるだろうな。でももう、なんて言うんだ、カモジ、カモジじゃないよね。がんじがらめっていいのかな。がんじがらめになって、全然素直に動けねえんだ。そういう傷は時が、癒してくれるのを待つしかないよね。そうだな、我ながら俺って弱っちいと思う。あいつより一音声より本当に弱いのは俺なのかも。お、明かりがついた。そんなことないよ。すごいね、演出が細かいですね。誰にとっても、強敵だもん。さくやくんは弱いんじゃなくて優しいんだよ。優しいから冷たくしちゃうのはおかしな話だけど、そこは逆に翼くんの強さに甘えていいんじゃないかな。あいつの強さ、うん、翼くん、としてはさくやくんの根が優しいことは知ってるから、ある程度なら冷たくされても大丈夫だって言ってた。ただ自分が何か悪いことしちゃったのかと心配しててね。そっか、そうなんだ。うん、ね、翼くんパートもこなしているんで、両方のね、気持ちが、感情が理解できて本当に楽しいっすね、これ。あいつ弱そうに見えて案外強いんだな。そういうとこも似てるかも。俺が、傷が癒えてすいません、傷が癒えて、素直になれた、なれたら翼くんには訳を言ってもいいと思う。ごめんと一緒にね。そうだな、ワンワン。ほら、また翼ちゃんに励まされてるよ。ここのところ酒屋お兄ちゃんがよく落ち込んじゃうから、翼ちゃんも困っちゃうね。うん、ごめん翼、大丈夫だよ。俺には翼、それに札幌もいてくれるし。あ、よかった、素晴らしい純愛じゃないか。でもやっぱりさくやくんは最後までね、翼くんへの愛を貫き通しているんで、今回もうん、カップルになれそうにないですね。ああ、一ノ瀬ってお兄ちゃんを今度紹介するかもしれないな。なんだか本当に親子みたいだね。さくやくんがお母さんで翼ちゃんが子供、俺はお父さんポジションをもらおうかな。いいな、みんなで住みたいや。はまたそんなしょうもないこと言いやがって、妄想癖も大概に。ワンワン。でも翼ちゃんは賛成してくれてるよ。ワン。え、そんなわけねえだろ、なんで俺がお前と。ていうか俺男だし、母親役なんておかしいんじゃねえのか。そうか、勝手に、そうか、さくやくんはお母さんになっちゃってんだね。なら俺が母親役でもいいよな。あら、ダーリン、ネクタイが曲がってますわよ。わ、あ、やめろ、気持ち悪い。翼ちゃん、最近ダーリンが冷たいの、もしかして浮気でもしてるのかしら。いや、落ち込みすぎだろ、くん。うん、私の味方でいてくれるのは翼ちゃんだけね、しくしく。そうか、翼くんもなかなかのね、演技派ですね。ワンワン。悪かったよ、浮気なんてしないから機嫌戻してくれよ。何これ、クレヨンしんちゃんかな。クレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲で見たような、この一連の流れ。しんちゃんと風間くんを思い出しますね。翼がいるのに。そうだね、浮気なんてするわけないだろ。ワン。
俺たちは茶番に思わず吹き出した。くだらねえな。な、翼。わ？翼？まあまあ、イチャイチャしてんな。へへ。翼？まあまあまあ。なんだお前ら、可愛すぎるだろ。それにしても本当に骨抜きになるんだな。確かに翼を育てるにはお金がかかるもんな。うん。家族化計画、可愛い翼を思えば悪くないかもしれない。それなら俺、母親役でいいや。え、そう？うん。俺が一生懸命翼の面倒見るから、お前いっぱい金稼いで俺たちの裕福な暮らしを提供しろ。大切な資金源なんだから頼むぜ。なんだかカカア殿下だな。旦那を尻に敷く嫁そのものじゃないか。おちおちへそくりも隠せなさそう。そんなもんすべて翼の行く時代だ。おいおい、俺は ATM じゃないぞ。え、そうなの？なんとも父に厳しく子に優しい良き母だな。まあまあ。え、なんだ？どうした？なにこれ？え、急にどうしたの？まさか、翼くんに、ね、二人に誓いのキスでもしろと言われたか？やったぜ。だとしたら、翼くんよくやった。違うかな？おいお前、ちょっと目閉じろ。ナイス。ちょっと強引ではありますが、翼くんよくやってくれた。フラグを立ててくれました。え、どうして？いいから、さっさと閉じろよ。ね、まさかツンデレくんと、ね、キスできるとは。いや、まだできるとは。ね、決まったわけじゃないけど、ひょっとしたらそれ以上のこともしてくれるかもしれない。薄めになんかしたら承知しない。なんなんだ？俺は言われるままに目を閉じる。歯は食いしばれよ。何？そっちだったか。え？どういうこと？いや、違うね。いただきました。ありがとうございます。ね、この、ちょっとツンツンした、ね、ツンツン系男子の、キスの仕方、ね、腰に腕組んで、いいですね。棒立ちしてますね、翔平くん。ちょ、え？さくやくん。翼が、やっぱり翼くんのせいにしたのか。翼が、どうしても札幌にキスしたいって言うから。ん？それで今のは俺じゃなくて翼のキスだからな。なるほど。何もかもが、何もかも都合いいね。勘違いすんなよ、アホ。翼ちゃん、これ本当なの？うん。そうだよね。違う違う。そういえば、さっきの話を聞いてて思ったんだけど、翼ちゃんの名前って、さくやくん命名でしょ？いや、だから元々の名前だって。嘘。夫を騙そうなんて悪い妻だ。こうしてやる。ちょっとなんだこれ。サムネの大洪水か。今回サムネ候補多いね。うん、いいですよ。素晴らしい。今度は翔平くんから。お、いいですね、この手。この手いいっすね。はい、ギュッとしてるね。そう言って俺は酒屋に抱きついた。あ、今回キスされても目覚めないね。ひょっとしたらありえますか？この先も。子供のままって。な、こんなちょっと、ダメだって。お願い、もう少しだけ、こうさせていてください。いいっすよ。いいよ。まあ。そっと背中に回される作家の手を感じた。これで作家が素直になれる、カタリンを見られたし、最高の幸せを得られた。美咲さんも成功したし、昨夜と翼と一緒にこの炎も見られた。願いは全部叶ったよ。ああ、自分から目覚めに行くのか。赤い炎が燃え上がる中、俺の意識はどんどんと薄れていく。夢はもうおしまいだ。夢の記憶は曖昧なものである。この出来事は目が覚めると同時に忘れてしまうだろう。甘い気持ちだけを置き去りにして、すべてを忘却の彼方へ連れ去っていく。さて、そろそろ起きようか。昨夜、好きだよ。あら、最後に。なるほどね。翔平くんが、告白
できそうでできない、そんなエンディングかな。ね、実は札幌くんもさくやくんのことが好きだったようですね。あ、もう朝か。なんだか寝た気がしない。テーブルの上を見ると1枚のチラシが置いてあった。これは、あ、そっかそっか、昨日帰りにもらったんだ。あの子たち本当に可愛かったな。よし、当日は絶対に見に行って楽しむぞ。そんでもって脳内でちょめちょめしまくってやる。岬祭当日。確か2年1組と2組の喫茶店って言ってたな。これか。俺が店の前で戸惑っていると、紫色の名札をつけた赤ネクタイの男の子が、店から出てきた。いらっしゃい。お客さん、学祭を一人で回ってんの？ま、俺たちが楽しませてやるからゆっくりしてけよな。さくやくんの記憶の中にも翔平くんは残っているんでしょうかね。はい、ということで昨夜エンド無事に回収できました。ありがとうございます。はい、ということで次回はね、昨夜くんの片割れであります猫山くんね、猫山くんはどういう子なのか全然ねわからないんで、次回は猫山くんのエンディングを回収しに行きたいと思います。それでは今回この辺でさよなら。